成田羽田でですね、10名強制限勤務というか、そういう力仕事から軽作業に移しているものがおります。もともとやはり腰痛を持っていて、長い間そういう力の負荷のかかる業務についてはちょっと難しいというものもおります。このアシスト能力が上がります。はい、何か支えられているような気が、はい、聞こえてきます。ここでこういう力を強くするようなイメージなので、腰にかかる負担が少なめ。そうですね、はい、今後腕の機能もつけるっていうことなんで、まあ、それがつけばさらに使い勝手は向上するんじゃないかなというふうに感じます。